はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房喜楽です。今日はですね、ちょっとね、電動ろくろをこれから始めようかなっていう方に向けた動画をちょっと紹介したいと思いますね。で、電動ろくろをやり始めるときに一番最初にやった時の、体の癖っていうのがですね、ずっと大体抜けないんですね。で、それを例えばこちら側からこうですよって例えば指摘するとするじゃないですか。指摘したとしても知らぬ間にまた元に戻っちゃいますんで、最初にですね、こういうふうなところを意識してポジショニング取ってあげるとやりやすいよっていうのをちょっと説明したいと思いますんで、ちょっとね、皆さん参考にしてもらいたいと思うんですね。で、このね、ポジショニングとかその考え方をね、ある程度最初にカチッと持っておいてもらうと、ね、上達がね、ものすごく早いと思います。なので絶対皆さんのこうプラスになると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。それではですね、ご覧ください。はい、それではですね、今日は電動ろくろの、簡単なセッティングと、あとね、ちょっと姿勢ポジションをちょっとやってみたいと思いますね。で、まずですね、電動ろくろで作るときですよ。結構ね、皆さん見てると、やっぱ姿勢があんま良くないなっていう人はやっぱうまく作れないんですよね。なので、ちょっとその辺の姿勢とかを最初のうちに意識して、しっかりですね、自分なりの形を作ってあげるとやりやすいと思いますので、ちょっと参考にしてみてください。で、まずですね、姿勢ですけども、基本的にですね、右足の部分にペダルがありますので、右足はこうペダルに置きますよね。そうすると左足が下がるんですね。なので左足下げたくないので、下にですね、こういうブロックを置いておくんですね。ちょっと見えますかね、これ普通にホームセンターで買ってきたブロックを、テープで留めてるだけです。で、これを左足の部分に置いて、この左足をこのブロックに置いてあげます。そうすると右膝と左膝が大体同じ高さになりますよね。そうするとね、こう手をこうなんていうのか、支える部分ができますので、こうするとね、とってもやりやすいです。こう両方ともこう下げちゃうとですね、 手がねフリーになっちゃうので、ちょっとねやりにくくなるんですね。なので手の支えを作るために両膝を上げて、この手をしっかり固定できるようにですね、これが結構大事です。あとですね、座る位置ですね。なるべくですね、こうろくろに近づいてもらった方がやりやすいですね。前に座りますね。そうすると手がですね、こう固定できるんですね。体に近くなりますんで、手を固定しやすくなります。なので、なるべく前に座ってあげるってことが大事ですね。で、ちょっとね、一回やってみます。粘土真ん中にドスンと置いて、で、今土を接着しましたね。じゃあちょっとね、一回軽く土殺しします。で、大体これで今土殺しできているので、ちょっとね、とりあえず今上からのアングルですけど、一回ちょっと軽く作ってみますね。で、注目してほしいのはですね、ポジションをどういうふうにしてるかなっていうのをちょっと注目してほしいんですよね。今の状態でも右手のこの肘の部分がこの内ももに当たって手を支えてる感じなんですよね。なので、どこがどう当たってるかとか、その辺見てもらうといいと思いますね。ちょっと軽く作ってみますね。ゆーっと粘土を上に伸ばして、で、この時もね、右膝の内側に当たってますよね。手が固定できてるようにですよ。これをフリーにしちゃうとこうやってぐらつきますんでね。で、上に伸ばして、で、横に広げていきますよね。そうするとお茶碗が出来上がりますよね。なので、なるべくね、ろくろに近づいて手をしっかりこう固定できる、脇締めて固定できるっていうのが結構大事ですね。で、下をくびれる分作って、一番下で切りますね。で、ちょっとね、今度ね、横からのアングルでちょっと説明したいと思いますね。ではね、ちょっと横からのアングルでいきます。今膝上がりましたよね。この上がってる膝が大事ですよね。ちょっと土殺ししますね。で、若干体は前かがみです。こう粘土をね、真上から見たいという感じ。こういうふうに横から見ちゃうとなかなか力の使い方分かんなくなりますので、ちょっと前かがみにして、こう上からしっかり粘土を見てあげる感じですね。で、そうするとですね、右手と左手にどっちがこう力が入っているかとか分かりやすいので、若干前かがみで、その時にしっかりこう脇を締めてあげると手がしっかり固定できます。で、良くない例やりますね。良くない例は、このペソってですね、こうやって肘が伸びてる感じ。
こういう風になってると、まあ、基本的にちょっと遠いので手がね固定できないんですね。なのでなるべく自分が前かがみになって脇をしっかり締めてこの状態で作るってことが大事ですね。でちょっともう一回作ってみますね。で特に見といてほしいのが、まあ、この辺ですよね。この手がここについてるとか脇が締まってるとか、なるべくろくろを上から見てるとか、その辺をちょっと見ててください。でしっかり脇を締めて手がぶれないように、こっちの手もぶれない方に意識を持ってたりですね。それとあとは指先に勝手に力を入れてあげたら粘土伸びてきますので、とりあえずこう上に伸ばしますね。この時も手がこうぶれてないの分かりますかね。で仮にこうやってやってたらなんかすっげえ不安定なの分かります。なんかいかにもやりにくそうだなって感じでやってますよね。なのでなるべく前から上から見る感じですね。で形を少しずつ決めていきます。で形が決まってきたら少し横からこう形見て、あ、もうちょっとここどうしようかなとか、そういうのを決めていく感じですよね。なので、まあ、あくまでも伸ばすときとか基本的なところがなるべく上からこう覗いてあげるっていうのがやりやすいと思いますね。で皮やりますね。で皮やるときもしっかり脇締めて手が持ってかれないように、で軽く指先でつまんであげますね。と切れていきますね。あと切るときです。ろくろゆっくりにして、このときね右手の肘がもうこの膝に当たってるの分かります。ではここでぶれないように軸を取っていくんですよね。で当てて少しずつ押し込んで左手離して回ってきたら、まあ、横に引っ張る。でこれをエアーでやっちゃうとこうやって上下したりしますんでね、そうするとまっすぐ平らに切れないので、しっかり支えを作ってあげるってことが大事ですよね。でろくろを止めて一番下で取りましょう。こんな感じですね。で一応ねこのやっぱ姿勢って最初にやったのが結構こう癖になりますんで、一番最初にやるときにもうしっかりこうなんかポジション決めちゃって、そこからなるべくずれないようにやってあげると、あの上達も早いと思いますんで、皆さんもぜひ、試してみてください。